続いていきましょう。続いては、6番目カレン。カレン、カレン、カレン、はい行きましょう。はい、気まずい。気まずいダメですよ。気まずいは禁止ですよ。はい、それではオープン。松本カレンです。うっす、うっす、ほっそ、嘘でしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、カレンさん。はい。これいつ渡されたんですか、この画用紙は。1週間前ぐらいですよね。1週間かけてこれ書いたの。はい、1本ずつ、すいません、1文字ずつ書いたのこれね。頑張りました。頑張ったの。これ何それ。なんか、うん、さっきすごいみんなのチラって見たら、うん、ちょっとみんなすごい力入ってて気まずすぎると思って、うん、なんかデコろうかなと思って、うん、デコってみました、うん、そこだけじゃちょっとそのシールみたいなの貼ったんだ。ルナからもらってシール貼ってみました。なるほどね、うん、カレンちゃん、カタカナ4文字だけ言うね。バカタレ。バカタレ。本当にどういう爪痕の残し方しようとしてんだね君は。もっとないの。だってこれ名刺代わりになるような自己 PR を考えてきなさいって言ったでしょ先生は。何やってるんですか君は。本当に見てくださいよみんなの。これルナの見なさい。これどんだけ時間かかると思ったよこれ。ほら何やってんだね君は。見えないよもう。昨日カメラで、昨日カメラで見たら君だけ見えないよそれ。本当に全部撮っちゃってるじゃないか君のだけ。本当に回ってくるの嫌だった。本当回ってくるの嫌だったじゃないんだよ本当にねえ。ハッシュタグフルッパーナウが今ざわついてるよ。ツイートしてください。みんな笑ってますよ。みんな笑ってる。よろしくお願いします。なるほど。まあでもある意味じゃあちょっとね、時間がちょっとこれじゃ足んなさすぎるからさ、なんかないの、なんか自分の特技とかさ。松本カレンです。うん、19歳です。うん、ピンク色担当です。うん、はい、あ、頑張れ。うん、2歳からピアノ習ってるので、ピアノが特技です。いいじゃん、うん、それをなんで書かないかな。でもあれ芸能経験がないんだよね。はい、アイドルも、うん、歌もダンスも未経験なので。そうなんですよ。でもこうやってね、やっぱこう先輩、まあ先輩じゃないけれども同期だけれどもね、こう経験のある子たちのこういうの見てね、だから伸びしろだから、この子も宇宙一ですよ。頑張ります。頑張ってよ本当にね。なんか最後に言い残したことないかい。一生懸命頑張ります。頑張ってねえじゃねえかよ。この企画に対して一生懸命じゃないじゃないか。ドロムスが言ってるんだ。本当にカレン、そして分かったね。頑張りますね。でもなんかこういう子がさ、可愛いなってなっちゃったりとか、こうしっかりしてくると感動しちゃうんだよなこれ。そう、1年後ぐらいに、はい、お披露目の時に細いペンで名前しか書かなかったカレンが立派になったよっていう、そのね、その伸びしろとか成長見せるのもアイドルだから、はい、ね、今だからみんなにゼロの部分見せたからね、みんなね。はい、はい、頑張ってください。さあ最後、おすすめ